こんにちは、ゴンちゃんです。明治維新のバスに乗り遅れた福岡県下には混沌とした折々の情景が広がる中で、日本の政治を動かし国民の気持ちを代弁して近代の日本の礎を作ったそれぞれの人物主役が出ています。今回はその主役の一人である青年をご紹介します。明治22年1889年10月18日午後4時5分、閣議を終えた今の外務大臣にあたる大隈重信外相は二頭立て馬車に揺られながら東京霞が関外務省官邸の門をくぐっていきました。その時、モーニングコートに山高帽、絹張りの洋傘を持った一人の青年紳士が馬車に駆け寄ってきました。こら何をするか。警備の警官が上ずった声を出しながら腰のピストルを抜こうとするよりも早く、ものすごい爆発音と警官馬車を包みました。馬車を操縦していた二人の従者が転がり落ち、爆発音に狂った馬は壊れた馬車を引いたまま玄関先に駆け込むのでした。荒れ狂った馬車がようやく止まると、血がべっとり流れているのに気がついた官邸の住人は顔色を失ったんです。車内の大隈重信はがっくり前のめりに倒れたまま、ズボンは真っ赤に染まり一面血の海です。右足など数箇所に重傷、すぐ手術しないと3時間は持たないということで、庭の盆栽台を手術台代わりにしての応急手術を施し、大隈重信外相の右足は太ももからぷっつりと切断されたのです。爆弾を投げた青年は白煙に包まれた馬車を見て悠々と門外へ立ち去っていきました。肝を潰した警官たちは門外へ歩いていく青年に、犯人はどちらへ逃げたか知らぬかと聞くと、青年は虎ノ門の方を指さし、あちらへ逃げたようだとつぶやいており、警官はその方面へ走っていったほどの慌てぶりだったのです。門を出た青年は、大隈倒れ、国賊滅ぶ、我ことすでに終えりと叫び、皇居を礼拝し官邸左側の石垣に寄りかかると、懐から短刀を取り出し首の後ろからぐいっと引き回し、右半分をかき切ってほとばしる血の中に立ったまま息絶えたのです。爆弾を投げて自決したのは福岡市役員、元現用車社員、来島常樹、当時30歳です。事件は新聞の号外で即日全国へ知れ渡り、来島を知る人たちはついにやったかと口を揃え、一瞬息を呑んだと言います。来島常樹の大隈重信襲撃の目的は、当時の国民には説明抜きでも分かりすぎるくらい分かっていました。政府は明治維新前、アメリカなど11カ国と結んでいた条約を大幅に改正しようと準備を始め、明治19年8月、伊藤博文内閣の家の上薫外相が極秘で草案作りを急いでいました。ところが外国の権利を大幅に認めるという国辱的な不平等条約の内容が新聞にすっぱ抜かれたのです。これで世論は沸騰し、激しい反対運動が起こりました。これにより明治20年9月、井上薫外相は引責辞職します。明治21年1888年4月30日まで続いた第一次伊藤内閣の後を受けた黒田清隆内閣の大隈重信外相が、再び大同小異の内容で改正を断行しようとして、今度はロンドンタイムズ紙に草案を暴露され、世論は再び燃え上がったのです。命知らずの創始たちが続々と東京に集結し、不穏な空気がみなぎっていきました。条約改正反対の新聞は片っ端から発行停止となり、反対運動の行動家たちは保安条例で容赦なく検挙され、都内から追放されるなど、政府はあらゆる権力を使って世論の反対を押し切ろうとしたのですが、来島の投じた一団で愕然となったのです。
閣僚の改正支持者は声を潜めて黒田首相の一人相撲だと自分保護に回ったのです。これによりついに10月21日閣内不一致で黒田内閣は総辞職し、全国を沸かせた条約改正問題は断ち切れたのです。来島恒喜は安政6年1859年に旧福岡藩士で350石取りの来島又右衛門の次男として生まれ、的野家に養子に入り、10代から20代にかけて高羽治の孔子塾に学び、研一社11学者を経て1879年明治12年4月現在の周遊館高校になる工業技塾に加入した後、1883年明治16年4月上京し、中江町民にフランス語を学び、福岡の右翼団体原用社で学んで国粋主義の洗礼を受けていました。国粋主義というのは幕末から台頭した尊王攘夷論を源流とし、明治維新後は大日本帝国政府による条約改正交渉や欧化政策への反発としたものでした。明治維新後は大日本帝国政府による条約改正交渉や欧米化政策への反発としたものでした。現用者を辞めた後は上京し、尊王攘夷運動に奔走した政治家添島種臣に近づき、山岡鉄舟に支持し、金子健太郎、栗野真一郎らと親交を深めていました。明治15年1882年と明治17年1884年に朝鮮で内紛が起きた時は、今の中国になる秦の圧力から隣国朝鮮の独立を守り抜こうと潜入計画を立てたり、友人と南極探検を計画しますが、実行寸前で条約問題が起こり、これに命を懸けることになるのです。現用者の中では不言実行型の美青年で知られ、大隈重信襲撃に上京する前には養子先や現用者に迷惑をかけまいと席を抜き、現用者を脱退するほどの心遣いを見せています。友人だった現用者社員月成幸太郎らは、国の将来を誤る屈辱条約を命と引き換えに阻止するという来島の決意は十分知っていました。だから船で博多を立つ夜は友人数人と船上で送別会を開きながら、あえて上京の目的は聞かず、来島本人も語ろうとしませんでした。船上に照らす明月を仰ぎ見ながら、風は少々として液水寒し、少子ひとたび去ってまた帰らずの歌を途中まで歌い、水杯をして遠回しに心境を明かし去っていきました。政府にとっては許しがたいテロリストも、当時の国民には違った受け取り方をされています。来島恒喜と同じ福岡出身でジャーナリストや衆議院議員として活躍した中野聖剛は著書の中で、死に際の見事なこと、明治の刺客中第一なり、来島は色白で精悍な顔つきながら親孝行で友情に厚く美しく立派な男だったと称え、同じく条約改正に反対し続けて内閣を去った谷立樹は、事件の起こった日の日記に、世論はすなわち天意なり、天意を忘れたり無視しては罰が当たるとテロを生んだ政治家たちの態度をたしなめています。なんか今の政治家にも聞かせたいような。来島の遺体は友人たちに渡され、明治22年1889年11月1日福岡市千代の総福寺境内に葬られました。この日葬儀に参列した人は約5000人と言われ、葬儀の列は約4キロにわたって続いていたと現用社史はその模様を詳しく伝えています。来島の墓碑は後に福岡初の首相となる広田光喜の父で石膏広田徳平により寄贈されました。また計画に加わっていたとされ、事件の一部始終を見ていた月成幸太郎は光喜の妻の父であり義理の父にあたります。大隈重信は事件の後再び政局に復帰し、明治31年1898年と
大正3年1914年に内閣総理大臣となり、通貨円の制定、日本初の鉄道式設、政党内閣制を基軸にした臨時国会開設を主張するなどの議会制を推進したり、そして早稲田大学を創設するなど教育者として活躍したことは承知の通りです。大隈重信は来島恒喜について爆裂弾を放りつけたやつを決して気違いの人間で憎いやつとは少しも思っていない、また卑しくも外務大臣である我が輩に爆裂弾を食わせて世論を覆そうとした勇気は万有であろうと何であろうと感心すると語っており、大隈は毎年来島の法事には代理人を送ってきたという逸話も残っております。大隈重信が死んだ後も婿養子の大隈常信によって代理人の派遣は続けられていました。事件で右足を失った大隈が使っていた義足が大隈の出身地の佐賀市にある大隈重信記念館に展示されています。現代のモラルでは弁護の余地もないテロ行為ですが、こうした一連の論評や盛大な葬儀から見ると明治の国民の大半はこの出来事を国の大事に命を捨てて当たった愛国の志士の葬儀と評価していたことは明らかです。現用者を中心にした当時の宗師、国師と呼ばれた人たちがどんなものであったかを知ることのできる象徴的な事件でした。ということで、大隈重信外相襲撃事件を解説しました。この動画が良かったと思われたら高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。